疲れ様でした。それでは早速この作品の作者香取慎吾さんをお呼びいたします。香取さんどうぞ。大家好，我系山竹先生。哇，素晴らしいです。我，何をおっしゃったいですか？我爱你哋。あ、我爱你哋。ありがとうございます。準備はいいですか？はい、準備どうも。3、2、1。わー、呢一幅就係香取慎先生送俾我哋。歡迎一次香取慎嚟到香港先啦，就卡多利さん、Welcome to Hong Kong。ようこそ香港へ。ありがとう。はい、まあ、例えば香港とはどんな関係性がありますでしょうか？香港とはどんな関係？はい。この絵のタイトルは、はい、大きなお口の龍の子です。あ、広東語で大口龍仔。これね、はい、これ、はい、僕が20年ぐらい前に映画の撮影で香港に来たことがあってね。あ、我陣間会翻譯嘅，大家放心啊。その時に大きなお口の男の子って皆さんが呼んでくれたみたいで。はい、あ、今でもそうです。今でもそうなんでしょ、はい、今でも僕は大口仔、大口仔、大口仔、はい。だからその大きなお口の男の子が20年経って香港にまた帰ってきたら大きなお口の龍の子になって香港に帰ってきたよっていう感じかな。あ、なるほど。初めて海外で作品を作った感想はいかがでしょうか？最高。最高。もう楽しくて楽しくてしょうがなかったですね。来る前からワクワクしちゃって興奮が収まらず、はい、もう絵が描き終わった瞬間にちょっと寂しくなるぐらいに、もうずっとここで絵を描いていたかったです。じゃあ今回の作品は、まあ、挑戦した部分はありませんでしょうか？挑戦した部分、まあ、一番チャレンジだなと思った。チャレンジ、はい、チャレンジはここに書くのに夜中しか書けないということで、はい、夜中24時から12時から朝6時までを3回、で18時間夜中にずっと書いてて、はい、朝ホテルに帰って夜まで寝てました。はい、挑戦です。ああ、まあ夜中の中で仕事するのが挑戦ですよね。そうだね、はい、でも楽しかったけどそれも、はい、はい、なるほど、ありがとうございました。香港はね、こう暑いですよね。気温じゃないよ、こうなんていうの、パワーがこう溢れてるというか、こうすごい熱を感じて、その居心地のいい、でもあったかさでもあるんだけど、熱くこう燃えてるパワーが溢れてるんで、そんなところも絵に表現できたらなと思って。そうだな、いや、まさかね、本当アーティスト香取慎吾、私は画家です、まさかね、香港のね、こんな大きな壁に絵を描ける時が来るとは思わなかった。もう最高にハッピー、幸せ。みんなぜひね、香港に遊びに来て、この絵の前で写真撮って、インスタ映え、ハッシュタグ HK 慎吾アート、日本語だとハッシュタグ香港慎吾アート、皆さんぜひこのパワーあふれる香港に遊びに来てください。僕がいるからここに。僕は今日今すぐ帰るけど、でも僕の思い、僕がいるからここには、ぜひ僕の絵に会いに来てください。ありがとう。